今日はこれ食べる。ローソンとめがた明星食品辻田監修みほしそば。全国老若男女の皆さん、おはようございます。毎日新作カップ麺を食べるやべえやつ、カピバラ太郎です。今朝もまた一向に成長が見られない皆様の大好物煮干しそばを作っていこうかなって思います。作る、ただお湯を入れるだけだろうという野暮なコメントは一切求めてない。商品紹介。今回のカップ麺はローソンから新発売の辻田監修煮干しそば、あの奥の院監修のカップラーメンなのよ。辻田は2005年に神田お茶の水でオープンして以来、味へのこだわりとビジネス街に集中する戦略で大成功した人気店なの。2014年にオープンしたけど、2019年に閉店した幻の店舗奥の院が蘇るのよ。これは見逃せないわね。実食。まず麺はノンフライ麺だけど、ゴムみたいな麺じゃなくてしなやかで弾力のある麺なのがいい。鶏と煮干しの旨味が効いてる。醤油ダレのキリッとしたアクセントが加わってめっちゃ上品な味わい。デリシャス。ごちそうさま。